Wait, it's not above. What the hell? Oh, is it? Is it there? There we go, it's here. Oh, come on. Okay, Betty, come on. ボロボロだし、タガで補強されてるぞ。誰があんなのを盾に使うんだよ。I mean, to be fair, the, like, probably, like, back then it's useful or something. I don't know. しかも酒の染みまである。まるで酒樽から適当に取り外してきたような。でも、僕の吟遊詩人としての勘が、あれこそ。輝く意志の盾だと言ってるよ。Okay. 戦士は体にある傷を誇りに思うように、盾も同じさ。盾が綺麗だと、それは戦場で使われてないってことだ。ボロボロな盾こそ、百戦錬磨の証拠じゃないかい？ボロボロになっても、戦場で最後の一瞬、血がなくなるまで戦い抜く。そんな意志こそが貴重だ。そうだろ。Betty is in top form today. そうだな。綺麗な盾なんてないもんな。じゃあ、ヒルチャールに輝く意志の盾を譲ってもらう方法を考えないとな。We don't speak Hilichurl though. The only one that speaks it would probably be Ella or maybe Lisa, but I mean. こんにちは、ヒルチャールさん。だら。うわ、やっぱオウムに任せる。聞いたことあるヒルチャール語を試してみたらどうだ。それとボディーランゲージで交渉してみよう。I mean, I've heard Ella talk to Hilichurl once. Couldn't say I didn't understand. Yeah! Whatever you said, let's go. 落ち着いてるし。続けていいと思うぞ。ビッダム。Oh no! Oh no! ご機嫌斜めみたいだぞ。You meant to sing the song you give shield, okay? ビッダム。Okay, well, we're. ご機嫌斜めみたいだぞ。いやいやいっか。くんだろいえ、ブラッダ。まずい。Did we fail? Oh, okay, well, I mean, that was to be expected, I guess. Wait, oh, we took its shield. Or maybe not? Okay. Arigato, honto ni arigato. Yatto oshikatta mono ga sorotta. Tousan, kaasan, chingi o mitsuketa yo. I feel bad, but at the same time, I mean, come on.約束のお酒はここまで大変だったの。あれ、スタンレーじゃないか。こんなところで散歩かい。あ吟遊詩人か。奇遇だな。お前らも散歩か。そうだよ。食後の散歩ついでに友達の探し物に付き合ってたんだ。スタンレーは嘘つきかも。ますます怪しく思えてきたぞ。He's definitely a fraud, no question. ジャックを傷つけないために、あらかじめ剣と盾を置きに来たのかもな。Wait, hold up. Why is she in our head? Or are we in her head? Wait, what? 大冒険者は
ダダウパの谷に詳しいよね。何せここは君がかつて戦った場所だ。当然だ。目を閉じても迷子にならない自信があるぞ。なるほど。君の記憶力と根性には感服するよ。大冒険者だからな。それくらい当然だ。ここにはヒルチャールがたくさんいるから、お前たちこそ気をつけるんだぞ。ではまたな、若者たちよ。やっぱ怪しいよな。仕方ないよ、ジャックにあんなことを言ってしまったんだから。でも改めて見ると実に面白い。過去を忘れたくないから今を捨てた人、もし彼が未来への一歩を踏み出さなければならなくなった時、その一歩はどこへ向かうのだろう。あ、どういう意味だ。ただの独り言さ。そうだ、今夜はエンジェルズシェアに行ってみよう。 Okay. So back to the tavern then, right? Wait for nightfall. Alright. Is it nightfall yet? What time is it? Okay, well, it's morning. Oh, Diluc. Sit behind Stanley.What's up, Diluc? 今日は久しぶりにエンジェルズシェアに来たんだが、客がそう多くなくて助かったよ。 Okay, so he doesn't like crowds though, right? So I mean, that makes sense. Right, okay. So... So Stanley's not his real name. Huh? それはないかな。スタンレーが二人いるなんて僕も聞いたことないもん。Okay, well. スタンレー、あの時人弱界で死ぬべきだったのは俺だった。なぜお前の名前を語ってるのに俺はお前の魂をつなぎ止められないんだ、スタンレー。 What is that face? What is that face? あの風のない場所でお前が死ぬことはなかったのに。お前には偉大な大冒険者の肩書きがある。でもクズの俺なんかのためにもう伝説になれないなんて。これは一体どういうことだ。多分彼は本当に人弱界にたどり着いたんだろう。そこであった危機も本当のことなんだ。ただ彼と共に冒険をした仲間こそが本物の大冒険者スタンレーだったんだよ。本物のスタンレーは僕たちの知るスタンレーを助けるために死んだんだろうね。So I was right. His real name isn't Stanley then, right? あ、じゃあこのスタンレーがスタンレーと名乗ってるのは彼がそいつの名前を盗んだから。そういうことだと思うよ。Venti's voice just now sounded a bit like happy, but his face complete opposite.だった。モンドの人々がお前のことを忘れていくのが怖くて、俺はあちこちでお前の話をした。俺はモンドの人々にお前を覚えていてほしい。スタンレーが人弱界にたどり着いたこと、そして偉大な冒険者であり彼が生きていると。スタンレーは死なない。なぜなら俺がスタンレーだからだ。俺がスタンレ
レーだから。OK。すまない、スタンレー。俺も年を取った。I'm sorry for laughing, but that face, like the small slow zoom to his face is just pretty funny to me. お前たち、いつまで盗み聞きしてるつもりだ。まずい、気づかれた。Good Paimon face right here. The shining beer or wine, I guess. That should be beer, right? I don't drink, but I'm pretty sure if you have yeah, anyway. Conversation with Stanley. Ike. Nani mo kikanai de kure.一人にしてくれ。でも行け。二度は言わんぞ。よくし、ウェンディ、それとパイモン、よかった。みんなここにいたのか。あちこち探したよ。お礼を言いに来たんだ。君たちが剣と盾を探してくれたおかげで、両親がやっと認めてくれてね。おや、それは本当かい？本当さ、金を出して、きらめく勇気の剣と輝く意志の盾を直すと言ってた。おお。それは良かったね。それでジャック、君はモンドを離れてテイワット大陸を旅するのかい？いや、しばらくはモンドにいるよ。今の僕の実力じゃ遠くへ行けそうもないから。それにスタンレーさんの話をもっと聞きたいからさ。なんたって彼が僕の夢のきっかけだから。スタンレーさん、ああ、また酔っ払ってる。また明日、スタンレーさん、酔いが覚めたらまたお話を聞かせてくださいね。スタンレーはジャックのことが気に入ってるんだろうね。君はどう思う？ジャック、ジャック、ジャックならもう帰ったよ。そうか、俺の秘密を守ってくれてありがとうな。あ、急に現実を見るようになったのかい？今までの君らしくないね。俺はさっき彼を見る勇気がなかった。彼の冒険に対する情熱は何の雑念も含まれてないからな。俺は疲弊した嘘つきだが、あの子はまだキラキラと光を放つルーキーだ。だからこそその夢を壊しちゃいけない。嘘つきってこともないだろ。だってスタンレーの冒険や経歴は全て本物だから。冒険、経歴、もういいよ。実はな、今となっては冒険のこともスタンレーの記憶ももうはっきりとは覚えてないんだ。これこそが俺の最大の秘密であり最大の恐れ。ここ数年俺は彼の話を伝えるために生きてきた。しかし彼の性格、彼の人生、それら全てをほとんど覚えてないんだよ。俺が唯一忘れられないのは彼が風のない神社界で死んだこと。そして風が彼の魂を連れ戻せないことだ。うん、そうだね。本当のスタンレーは彼の記憶の中にある生き生きとした友達とは違う。傷だらけの戦士として彼の人生の全てを束縛してるんだ。俺は年を取ったんだ。いくら拒んでも手放してしまうことがある。俺は役立たずだ。だが
冒険者はこんな形で死んではいけない。いけないんだ。ハンス・アチェボルド。なんで俺の名前を。風？神弱界で求めても得られない風の音だ。俺はずっとあなたの存在を信じていた。旧友の魂任せてくれないかい。Oh my god, I have zero words, I have zero words. I actually did thought that, okay, since Venti's here, I'm pretty sure he's gonna like...bring up some magic god bullshit and like let him remember. I'm pretty sure, and well, I was right then. Arigato, Barbatos sama. Smanai. Kimochi no seri ni skoshi jikan ga hitsuyou sou da. Demo, kitto ore wa daijoubu da to omou.うん、めでたしめでたし。スタンレーは本当の自分を見つけて、ジャックも自立できた。おめでたいことがたくさんあったら、祝杯をあげてお祝いしないとね。このままこの酒場で飲む気か？ Look at that Paimon face. Wait, so he's okay with telling other people.Or like normal people that he's Barbatos. Interesting. Or is that just because, I mean, I don't know. I don't understand, I don't know. ここのお酒は高すぎるからね。それに、ジャックがくれるって言ったお酒がまだでしょ？報酬に貴重な名酒をくれるって言ったのを覚えてるかい？僕は彼からお酒をもらってくるよ。後で、いつもの場所で落ち合おう。Alright. See you there.え、いつもの場所ってどこだよ。おい、待てってば、吟遊やろう。おい。This is a nice thumbnail. I think I'm gonna use this as a thumbnail. Or maybe the Venti one. Maybe the Venti, maybe the one with Venti just lending out his hand. Maybe that would be a good.Thumbnail as well. So, Dilok saw everything, right? What does he have to say? Stanley. この数年、彼を束縛していたのは、その友人本人ですら亡くなっていた。しかしその友人の話は、きっとモンドで忘れられることはないだろう。All right, my man. All right, okay. So, Alright then. Wait, what? What do you mean? Oh, I thought it's here. I genuinely thought it was Windrise. Okay then. Fair enough. So, there's a trick right here actually. If you guys see this line right here, if you sort of go from like a bit from like this pillar, like to this line, oh wait, yeah, this line right here, you can actually, you can actually grab onto the wall without, gliding, and it's pretty good for like the first few minutes of the game because you don't have the glider yet. Oh my god, dude, I swear it works. Okay, we'll start again. Yo, trust me, it works. Trust me, I can guarantee you it works, man. Come on. See, look at that. It works. If it's like perfect, you can pretty much get it to like this part. But like, well, that, yo, that's way too perfect. Wait, that was way too perfect. Oh my god, dude. Wait,
Head to the usual place. Oh. Okay. Oh my god, dude. Yo! That was too perfect. That was too fucking perfect. Holy shit. やっと来たね。わかりにくかったぞ。次はこういうのやめてくれよな。That smile says it all from Venti and then that face from Paimon as well. そうだ、吟遊やろう。酒は手に入ったか？手に入れたよ。ジャックのやつ、貴重な名酒って言ってたけど。結局ただのアップルサイダーだったよ。懐かしいな。初めてここで景色を眺めた時、僕はこの姿じゃなかった。だいたい2600年くらい前かな。この世界がまだ七神の管理下に置かれていなかった時代。2600 years. Wow. あの頃、旧モンドは暴君が吹き起こした暴風に囲まれていて、鳥すらも行き来できなかったんだ。Oh, wow. 旧モンド？ああ、思い出したぞ。今の風流廃墟だろ。お前が前に言ってた。その通り。かつてあの高い塔を統治した風の暴君は竜巻の魔人デカラビアンだ。あの時の僕は千の風の中の一つで、神でもなく人の姿でもなかった。風の中の些細な元素の精霊、小さな天気と希望をもたらす風だったんだよ。元素の精霊、人の姿じゃなかった。あれ、吟遊野郎、昔はこんな感じじゃなかったのか？うん、今の僕の姿は実はあの偽物のスタンレーと同じ。友達のものを借りたんだ。おおおおおお。僕が話す物語は旧モンドの始まり。あの暴君が治めた国で僕はある少年と知り合った。少年はライアーをつまびき、自分の歌を探していた。しかし彼は風の壁の内に生まれ、青空を目にしたことがない。鳥の飛ぶ姿が見たい。少年の眼差しは強く、瞳には光が宿っている。しかしその声は風の音にかき消された。なぜなら竜巻は傘下のみを受け取り、他の音を残さないから。本物の空、鳥かごの外にある詩と歌、それは戦うに値する願望ではないだろうか。だから少年は僕を誘ったんだ。僕と共に暴君を倒し、風の壁を壊そうと。少年は反抗の旗を掲げ、僕も自由を求める戦争に身を置いた。カレン？キアナ？ウェイウェイウェイ。シーンは崩れ、旋風は乱れ、国々は震えた。Oh my god, wait. 荘園の中、僕たちは暴君の結末を見届け、怪人の中、僕たちは高い塔が崩れ落ちるのを見届けた。こうして新しいモンドが始まって、それから誰も王座に登ることはなかった。Wait, was that Vanessa or Diluc? その後は？ Wait, yo, I, yo! お前の友達、その後どうなったんだ？ I mean, come on, Paimon. Paimon, その後の話が知りたいかい？当たり前だろ！もったいぶらないで早く教えてくれよな！I need meat, actually. え？今は話を聞いてる途中だろ？どうして急に食べ物を欲しがるんだよ。お腹が空いたんだね。Oh, so peckish. 仕方ないやつだな。ああ、君は賢すぎると僕はたまにそう思ってしまうよ。
Okay, before we continue, I like the fact that we can actually order Paimon around. Can we have that as a feature, maybe? Yo, having that as... You know what? Have Paimon to be available for expeditions. How about that? I feel like I should have started this particular part of the quest in the morning and not at night, but I mean... Should you be trapped in a windless land? You know what? That was definitely one of the best, or like, at least for the lore part. It's, wow, that was amazing. Quietly gazes at Fenty. The green clad figure is silent. Sometimes even the less... I'm so bad. Wind grows heavy in its grief, but not that mortals could ever see a moment oh so brief. Oh, wow. So, I mean, that was... Wow, yo, the amount of lore... Yo, I want more lore, please. Like, oh my god. Yo, imagine if we can have like those like small items or something, like other than books, of course. Cause one of the sources for lore, at least in this game, in this current build of the game, are the books, right? I feel like there should be way more stuff, like, other than books that we can have or, like, read some lore. Because, yo, I mean, come on, dude. That was sick. The fact that we now know that Venti's pretty much over 2,600 years old. Or at least in, like, human age or whatever, right? Alright, so, yeah, I think that's it. I'm pretty sure that's it, right? Yeah, there's really nothing else here. Wow. That's it for the story. That was very interesting. Next up is the Mona story quest. And hopefully that ending was actually pretty funny though. Including the jump there. But yeah, hopefully you guys enjoyed this video. Thank you so much for watching. It's been Sage, and I will see you guys later.